はい、きゅうりの輪切りをしていきます。まずきゅうりの両端を切ります。きゅうりの長さを半分に切ります。で、きゅうりを揃えて小口から薄く切っていきます。包丁を後ろから前に滑らせるように、これがきゅうりの輪切りです。